お、来た来た、締め方並び来た。お、はい、オーケーと研修の伊沢です。川上です。ダムです。アナオ。デンガキム。ツです。本日の客は、お、あ、クイズ正解は1日後。イエーイ。まだ正解が確定してない問題出しますので24時間後に答え合わせをしましょうという企画です。あ、なるほど。答えを探してくるってこと。もう未来予測です。だからそういうこと。未来どっちか。え、今何ですか。いや、エブリィどっちか。それ ELT。 いや、未来予想するな。あ、それはこれはできるじゃん。よくわかったな、今の問題。はい。これから24時間の間に投稿される有名人のツイートを当ててください。なるほどね。リアルに行きます。トランプ大統領、メイクアメリカクリートアゲイン。あ、何言ってんの。トランプ、トランプ、スーンアウト。ローマ字で書いてない。当てに行きます。はい。はじめ社長の畑、今日の動画出荷しました。ああ、これはずるいな。ゆきりん、今日の動画はお休み。あ、それよう言ってる。それよう言ってる、確かに。花尾さん、タクシーがまたやりよった。ああ、ちょっと理想。伊沢、はい、ブンデスリーが熱い。サッカーのツイートを言わないようにしろ。山本さん、ポカポカだね。問題。はい。今夜の水曜日のダウンタウンの説、一世帯しか存在しないのに後継ぎがいない崖っぷちの名字結構ある説で、オンエアで扱われる名字は何でしょう。あ、なるほど。めっちゃ珍しい名字か。めっちゃ珍しい名字か。なるほど。うつじもり。うつじもり。それあれ、画数多いやつ。田中。絶対ない。逆にな。これ目の付けどころするというからシャープ。ところ。ところ。上司。あ、ところね。ところ天皇陛下。浅尾。ところ浅尾がいる。はい。マックスさん。ブライスさん。ブライスさん。はい。ブライスさん。話題。はい。今夜ゆきりぬさんが出す動画はどんな企画でしょう。出すんですか。出さない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 んですよ。じゃあ出さなかったらあのスンに行って。よし。やばい。やばい。マジか。早く行かないよ俺。一人で火山に行く女。一人で火山に行く。はい。はい。言ってから。はい、スンとダブルデート、はい、スンとトリプルデート、はい、やっぱあいつアウトプット量だけや。質割りにくい。推し受けてみた。おお。ああ。俺だってやれよそれ。確かに。関節バキバキ ASMR。 はいはいはい、はい、一人でカラオケに行くのと一人でプールに行こうの。何だろう。その行列をかけた。行列法則するよ。行列ちょっとでっかい。ちょっと感動した今。行くで九州、孤独な女の一人旅。サブタイトルの感じで。サブタイトル。ゲストが昭和なんだよ。ユーミンにバレずに123何回言える。あれおもろいけど。あなた今123で言いましたねってならない。西野カナの前でバレずに何回震えられる。米津玄師の前でバレずに何回クイッ。それは声出るからバレる。これで出なかったらマジで面白い。出なかったらすんのです。ずるいな。ずるい。それずるいな。だってどう考えても四師匠の方が強い。この場面俺にも言ったよ。自動的に今ずるしき。問題。今日集まった8人の中でこの24時間での画像付きツイートが一番多いのは誰でしょう。これはライアゲーム入るで。出た出た出た。当てに行くもよし、自分の名前書いて頑張るもよし。全員オープン。はいはい。お、スンが多いな。俺スン。スン。当たるな。頼む。俺はもうかけたから。基本自分ツイートの8割ぐらい画像ついてるんで、はいはい、するとしたら。ああ確かにね。すんめっちゃ多いイメージだな。いやそれに加えて自助努力が必要だから頑張ります。自助努力。山本さんは。ああ、僕はね、自分の可能性にかけてみた。俺も買ってみた。かっこいい、かっこいい。次はこれ答えると結果が変わってしまう可能性があるんで、誰にも見せずに僕にだけ教えてください。ああ、わかりました。 LINE で送ってくる。あ、 LINE で送る。 LINE で送る。スマホ取りに行くとか。あ、お前もう撮ってる。は？はって言われた。あ、取り返した、取り返した。問題。はい。アナオクイズノック合宿あるあるを一つだけ書いてください。いいね。なるほど。一番あるあるだった人が正解ですね。これからの24時間で起こるであろうあるあるを書いてください。
それ起きたら勝ちってこと？起きたら勝ちなんですけど、当たり前すぎると別にそれあるあるじゃないんで。なるほど。トマトあるある冷たい。飲んでくる。トマトあるある体冷えがち。では続きは明日になるので、はい、待ちましょう。はい。結果発表。あれから1日経ちました。はい、はい、それでは答え合わせしていきましょう。はい、有名人のツイートを当ててください。おお、はじめ社長の畑が、今日の動画出荷というワードを使うようにこちらはツイートされております。おお、あ、すごい。これ誰が言った、誰が言った？山本。やった。ゆきりぬさんが、今日の動画お休みしますというのではないかというのがありましたが、こちらは出されてましたので分かりませんでした。花尾さんがタクシーまたやりよったというツイートをするのではないかという予想があったんですが、あ、これはね絶対忘れてるやつ。忘れてる。花尾さんのしていたツイートはタクシー起きないということで微妙に違う。あ、惜しい。惜しい。確かに。確かに。お前神様やん。この企画の命運握ってたよ。握ってたよ。そして最後、山本さんがポカポカだねというツイートをするというね、あ予想があったんですが、こちら熱々だねというツイートをしました。惜しい。惜しい。意外と惜しいとかじゃねえから本人が外しに行ってるから。惜しいとかじゃない。やれよ。はい、というわけでこの問題は山本さん1ポイントが獲得です。やったー。第2問、水曜日のダウンタウンで1世帯しかない名字、はい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 、何が使われるか。あ、お、来た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 。お、おさむさん。おさむさん、かいや、かいや、かいや、おさむ。いや無理だろう。養うに宇宙の珍しい。珍しい。珍しい。これいけたな。これいけた。これはいけた。これはなんかいけたでしょ。塩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 。かっけえ。おしまずき。おしまずき。こちらは、正解者なしと。ああ。がっくり。第3問。ゆきりぬさんの動画のタイトルは何でしょう。ああ。これは自信あったんだけどな。はいはいはい。集まって集まって集まって。ああ。なに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 。なに。むしろ退場していった。ケンアラキリンさんの動画が出ました。わっ、おー、やった、イエイ。今日上がったんか。出たのね。まずまず出ました。はい、はい、負け負け。タイトルは女一人で。おーおーおー、いや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 、一人シリーズ、ほら、あるあるある。スイカ一玉食べきるのにどれくらいかかるのでした。あー、惜しい。いや、俺言った言った言った。俺言ったよ。言った言った言った。近いことは言ってるから、全員正解かな。逆にこちら、正解者なしでございます。いやー、第4問。はい、画像ツイートをするのが一番多いのです。この戦い、終結や。花尾さんと山本さんが山本さんに投票。それ以外は全員、スンに投票。はい、いや、あのね、キムがね、強いんだよ。キム急にやる気出し始めて、なぜか自分は何も選んでないのに。そうなんですよ。山本さんは18ツイートしております。おい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 、マジでビビる。スンさんの画像ツイート、お、その個数は26です。水杯か。いやー、全員にツイッターしてた。普段からやってるだけやろ。やっぱ強いよ。26はすげえ。まあお前、著作権代払えよ。しかし、ここにダークホース。ダークホースね、はいはい。キムさんが26を超えていた場合は、正解者なしということで。頑張るキム、頑張るキム。頑張るな、キム。自分で自分でやっといて。キムはスンに入れてる。キムさんの画像ツイートは、23です。おー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 、何だよ。何が一番ダメだった結局。山本さん、花野さん以外全員ポイントが入ります。いやありがとう。最終問題はこの合宿のあるあるを当ててください。これな、これ誰か一人で行って入るってこと。そうですね、皆さん一番あった人、一番あるあるやった人。じゃあ僕の
予想したあるあるです。はい、キムが熊の剥製で遊びがち。結構あった、ね、結構でツイートしてたもん。ね、ここにね、熊の剥製がいるんですけど、はいはい、そう、でもね、遊んではなかったと思ったより遊んでませんでした。どうやって遊ぶんっていう、これそう、ひたすらね、つまずくっていうことはあったんですよ。そうなんですよ、顔がでかいんですよ。そう、全員一回しかぐらい。顔結構強度ある。これちょっとないないでしたね。ないないです、やった。いや、すいません、もうちょっと遊んでる時に。予想したあるあるはスンのツイート大勝ち。僕の本命だと思う。最低だろ。どっちでもいけるな。これどっちでもいけるなっちゃう。マジで自信あった、マジで。まあこれはあるあるやけど、全体で見たらどうなるか。そうだね。はい。僕の用意したあるあるは、扇風機の前でああって言いがち。やってた。自分でやるよ。収録終わった直後にもうやってたよね。あれはあるあるとは一人のものだけなのか、数人を持ってやるのか、どっちなんですか。ツイッターには俺が上がってる画像めっちゃ上がってるから。確かに。それで言うと、この感じのイメージ感はあるじゃないですか。自分が配信者であるあるに寄せに行って。はい、僕の用意したあるあるは、はい、伊沢がすんのこと無視しがち。なんだ。みんなとしてここ仲いいから。いやいや、あの時点ではあのそういうことあるから。可能性は逆に。専用企画やったから。なんならクイズ部に入れようとしてたから。勧誘までした。専用企画やったから。これはないないです。これはないないですね。はい、キムさん。はい。お風呂がめちゃくちゃお湯が熱くて、全員あのついの入ったし。お湯めっちゃ熱いから気をつけろって注意するけど、全員熱っていう。だいぶ絞ったな、だいぶ絞ったな。めちゃくちゃ絞って、一回も効かんかった。まあかなり絞ったから、当たってたら評価は高かった。そうですね、確かに。はい、じゃあ、すずさん。はい、皆さん。こ、エネルギーとしてって言いがち。あ、結構やってた。これをクイズドッグまで流行りがちっていうのを言った。確かに凝ってたジェネレーションシステムっていう流れがあるのは知ってた。めっちゃちゃんと言ったんで、もっとやらなかった。もっとだから、伊沢さんが言うまで言うとかね。クイズドッグにまでは広がってない。残る発表は花輪さんのみですが、僕の独断と偏見で言うと、今山本さんが一番あるあるさん。いやーあるある、いやあるあるってか真理やもん。超えるようなあるあるだったら、もう一気に3ポイントプレゼントで優勝。おお、場合によっては自信あるよ。どういうことだよ。もう場合終わったんだよ。もうその場合ないんだよ。もう決まってるでしょ。いきます、いきますよ。じゃあいきましょう。はい、じゃあ僕の書いたあるある、はい、発表します。はい。長ズボン派と半ズボン派、一対一で綺麗に分かれがち。じゃあ、どうだそれ。一回ちょっと立ちましょう、全員。ああ、はいはいはい。ああ、はいはいはい。ああ、これでも、ほらほら。ああ、ああ、でも、ほら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 。ほら。あ、本当だ、本当だ。一対一、一対一、一対一。ほらほらほら、これだって長ズボンでしょ、これだって。これ長いっすね。これ結構いいかもしれない。結構あるよ。昨日の V 見て。じゃあ僕の独断と偏見で優勝者決めます。おお、優勝は花輪さんだ。やった。まあまあ確かに、まあまあ実際割と奇跡。嬉しい、嬉しい。1日目もちょうど半々だし、着替えた2日目も4対4っていうのは、これかなりすごいと思う。すごい、確かに。かけたよ、やった。これはすごい、あるある。嬉しい。はい、ということでね、今日はね、正解は1日後やってきました。そして、花尾さんとのコラボの動画も上がっているので、概要欄もチェックしてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、よろしく、さよなら。さよなら。通知オンにして。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるので、フォローしてください。それでは、また次の動画も見てくださいね。